ようこそお参りくださいました。武田雅美の物心チャンネル、今日もですね、ちょっとお寺さんに呼んでいただいたので、少しこの雰囲気をお届けしようと思って、御門司のお軸が、掲げてあったりしますが、今日はですね、仏教のお寺の本当の目的とは何かっていうことをちょっとね、ちょうどお参りいただいた方と話をしてたので、僕なりに思うところをこう少しだけお話ししようかなと思うんですけれども、皆さんどう思われますか？もちろんね、お葬式とか法事、今日も午前中お葬式に出て、で昼から、このお寺さんのですね、ご法話のご縁をいただいてるんですけれども、お勤めをね、お経を読んで、法話をしてってすごくこう大事でもあるし、でじゃあ今度お寺でイベントをして皆さんに楽しんでいただくとかっていうのもぜひ大事にしていただきたいなとは思ってるんだけれども、じゃあ仏教の目的とは何か。でこれ時々話してるんですが、仏教というのは成仏、仏になることが目的で、仏というのは苦しみの状態を解決した人、解決した状態を仏というわけです。でということは、仏教と呼ばれるものは全て苦しみの解決っていうのが一番の目的なわけですよ。さあ皆様、苦しみございますでしょうか？悩みありますでしょうか？いっぱいあるでしょ、多分日々生きてる中ではですね、いろんな課題があると思うんですよ。でじゃあそれが仏教で解決できると思ってますか？思ってないでしょ思ってくださいという話なんですけれども、できればね、お寺に皆さん集まって、で仏教の法話を聞いていただいて、お坊さんとやり取りをすると。でその中でですね、できましたら自分の心の悩みであったりとか、自分の生き方っていうのを問うてほしい。なんとなくお弔問したら楽しいとか、なんとなくお経好きだよねとかじゃなくて、で付き合いでお寺に行こうとか、コンサートあるから行こうとか、イベント面白そうだから行こうとか、違う、全部は入り口。お葬式も、ご法事もいろんなイベントもご法座も全部入り口なんです。でそこに入ってから我々はじゃあ今度成仏を考えなきゃいけなくて、でそうなると自分の苦しみとは何か、そして自分はどう生きていくべきなのかっていうことを仏教に問うてほしい。で我々僧侶はですね、それに応えるようなものをやっぱり作っていかなきゃいけなくって、じゃあ法話でね、面白い話したりとか、皆さんが喜んでくれそうなんて考えるんだけども、それが本質じゃなくってですね、本当は皆さんの苦しみに応えられるような僧侶になりたいなと思ってる。でだんだんそれをね、作っていきたいと思ってまして、でその様は、メンバーシップの方の方々にはですね、ちょっとこれから作ろうという宣言を昨日してたんだけれども、これをしていこうと思いますので、興味ある方はですね、メンバーシップの方の動画もご覧いただけたら嬉しいなと思っております。これからね、私は仏教と心理学ということで、心の悩みを解決する、お坊さんとして、自分にとって何ができるのか大事に考えていきたいなと思っている次第でございます。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またのお参りをお待ちしております。じゃあね。